先生もユーチューバーなので質問です。夫婦でユーチューバーです。5年以上続けています。最近は再生の落ち込みが激しく、再生期の10分の1ほどです。オワコンとやかれ落ちていく様をバッチリ数値で可視化され、気分の落ち込みが激しいです。麻薬のように数字に取り憑かれていたことに数値を失って気がつきました。この状況をどういう心持ちでやり過ごせばいいですかと。うん。そうですね。あの、僕もですね、動画、 の再生数は確か落ちてると思いますね。12月ぐらいがピークで、あの徐々にゆっくり落ちてますね。はいえーまあ、YouTube 全体の再生時間が、えー、減っていることとか再、チャンネル数が増えていることとかから、まあ、仕方がないのかなと思いますね。それってなんかまあね、勝っていたものが勝てなくなってきてるっていうことですよね。まあ、残念 と言えば残念ですけれどでもまあ数字をだけを追いかけてるとやっぱむなしくなるっていうことですよね。だからさっきの,あのお話と一緒で僕もですねなんだろうなやっぱりこう臨床していてその患者さんではなくて病気しか見てないとか患者さんじゃなくてなんかこう 新しい治療法ができるとか論文の数を書けるとかなんだろうなこう今までできなかった主義ができるようになるとか患者さんの数を見れるようになったとか、ね、クリニックの患者さんの数が増えたとかグーグルの口コミの語が増えたとか、まあ、なんかいろいろそういうものにやっぱりやっちゃうとなんかやっぱりこうだんだん心がすり減っちゃうんじゃないかなってやっぱ思いますね。 だからそれはその自分を大事にし、相手を大事にしてないんですよね。相手っていうか相手の人間性というか人格をなんか見えなくなってしまっているから数字に置き換わって、そして数字で置き換わっている時っていうのは自分も数字になってるんですよね。だから自分が減ったような感じをして苦しいと。でも自分はその数字じゃないし、人間なわけだし。で、患者さんもっていうか目の前の人ですよね。だから視聴者さんも 数字じゃないんだよね。ちゃんとその人には人生があって、そこになんかこう自分と同じような親がいて、もしくはね、自分とは違うような形の家族環境で、で悩んでいて苦しくて、まあ、あの、僕の動画は苦しい人が見るんで <laughs>、ちょっと変な動画なんですけれど、まあ、あの、ね、愚山さんの動画を、まあ、見てる人がいて、 その人たちの人生とか考えながら自分たちその交流とかそういうものを考えるとまあその悲しみというかねお金が減っちゃうとか再生数というか、ね、なんか広告収入が減る悲しみっていうのはあるんだけれどもなんかちょっと違うものが見えてくるんじゃないかなって気はしますね。うん というのはよく思いますね。よく僕が考えるのは、100年後とか200年後を考えるのが好きなんですよ。だから、進撃の、あ、これ、ネタバレにならない程度で言いますけど、進撃の巨人も最後、なんかね、100年後、200年後とか言って、コマをパパパって書くんですよね。だから僕もあの200年後の世界を考えたときに、増田祐介なんか誰も覚えてないし <laughs> あの、まあ、200年後の世界は僕が嫉妬してるね、東大の先生も、僕が尊敬してる先生たちも、 まあすべていないわけですよ。塵りになっていて何もないわけで。当たり前ですけどね。だって僕らは200年前の1820年あ、200年前ぐらいだったら覚えてる人もいる,いるけれど、まあ、歴史の一人たちだったらあるけれど、まあ多くの人は消えてるわけじゃないですか。それだってね、300年、400年経ったらなくなっちゃうわけで。だからまあ、そう考えるとなんかな、そういう数字とか何かではなくて、なんかこう、今の瞬間を楽しみたいというか、 あの取り組みたいなって気持ちになりますけどね。うん、と思います。はい <music>